はいえー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますでこのチャンネルでは私が1日1冊を目標に本を読んで、えー、その内容をこうやって動画でレビューをしていくという内容になっていますで、普段はビジネス書とか、えーまあ、一般教養その他はま心理学であったりとか継続化習慣化についての本が多いと思いますで最近はまあ一部お金についての話、まあ、資産形成とか投資についての本も、えー、読んでご紹介しています であのもしご興味を持っていただける方がいらっしゃれば、えー、チャンネル登録をしていただいたりまた再生リストからですね動画を見ていただけるだけでも非常に励みになりますので是非よろしくお願いします。であとはあのもし読んでほしい本がありますということがあればですねあの動画のコメント欄にコメントをいただければあの基本的には、えー、読むようにしますのでちょっといつ読みますとかっていうのは約束はできないんですけれどもあの読ませていただけると思いますので是非コメントをいただければ、えー、それも非常に励みになります。 で今日はですね、えーと、このロジカルシンキングのノウハウ、ドゥーハウという本をご紹介したいと思いますで。この本はちょっと古い本かと思うんですけども、2001年に発売されている本になります。でえーとまあ、私が住んでいる近所の古本屋で購入した本なんで、ちょっと古い本になります。 で内容としては、ですねえっ、ー、とまあ、この今どき今ではですねそのロジカルシンキングっていう言葉も非常にどこでも聞く言葉だと思うんですけれども、まあそのロジカルシンキングっていうのは何なのかっていうものについて、まあ、ノウハウ、またドゥーハウというところですね、まあ、それを具体的にどういうふうに使っていくのかというところまで、えー、落とし込んで説明をしている本になります。で今日はまあポイントを1つだけご紹介をしたいと思います。で1つとは言っても、ですね、えー、とまあ、ポイントその1つの中にまあ3つ。 流れがありましてさらにその3つにそれぞれ3つポイントがありますので、えーとまあ、順を追ってご説明をしていければなというふうに思っています。でそのポイントっていうのはですねこの本の中でまあ紹介されているまあそのロジカルシンキングのまあ基本的な考え方体系としてえと挙げられているのが、えー、と3つの思考法3つの基盤スキル3つのツールというものが紹介されています。で えとその思考法基盤スキルツールっていうのは、えー、とこの順番で、えーとまあ、具体的になっていくと、まあ、下流に降りていくというような説明がなされていて、えーまあ、ある意味その思考法っていうのは、まあ、そのロジカルシンキングの原点、まあ、ポイン本当のポイントですね本質的なところを押さえていてでそれからもう少し具体的にブレイクダウンしていったものが基盤スキルでさらにそれらを使いこなすための、まあ、ツールっていうのが存在しますよというような構造になってるのかなというふうに感じました。 でその思考法基盤スキルツールについて、えー、それぞれ3つずつポイントが挙げられていますで思考法についてまず最初にご説明をしたいと思いますでえっとこの3つっていうのは、えー、ゼロベース思考フレームワーク思考オプション思考というものだそうですでえっと、まあ、これはどういうことかっていうのを簡単にそれぞれご説明をしますとゼロベース思考っていうのはまあ言葉の通りですね物事をゼロベースで考えると何か前提があったりすればそれを取り払って1回 そそもそもこれは何だっけというふうに考えてみると、まあ、そういうものですね。で、二つ目のフレーム思考っていうのは、まあ、あの何か物事をですね、カテゴリー分けしてみると、まあ、フレームワークに当てはめてみて、えー、ビジネスモデルをもう、こう、対別してみるとか、まあ、そういったような考え方になります。で、最後のオプション思考っていうのは、えっ、ー、と、オプション A、オプション B、オプション C っていうふうに並べて、えっ、ー、と、それ以外は基本的に考えないと。もう A と B と C に絞った段階で、それぞれのまあ良さと悪さを比較して、まあ、意思決定をするために使うとか。 そううういいったようなものだということが説明されてましたこれが3つの思考法という、まあ、大元になる考え方の3つですね。はい、で、えっと、これらの3つを踏まえた上でもう少し具体的な、えーまあ、実際の、えー、行動であったりとかまた、まあ、そうですね考えを深めていく時に、まあ、どういったポイントがあるかというとこれが3つの基盤スキルにあたります。でそれぞれ、えー、あ3つあってそれぞれご紹介しますけれども1つがコミットメント。 2つ目がストラクチャー3つ目がコンセプトという内容になっています。でこれはえとどういう内容かっていうと,、えー、とコミットメントっていうのはですねそのまあ相手の立場になって考えることなんですよということをまあこの本の中では書かれてました。でちょっと印象的だったんですけどもその相手の立場に立って考えて相手をまあ動かして初めてロジカルシンキングなんだというようなことがこの本で何度,何度か書かれてまして、まあ、そういう意味でちゃんと相手の立場になって相手がそれを受け取った時にどういう風な受け取り方がされるかっていうところまで注目して考えています。 ましょう。とまそこがコミットメントということだそうです。で、2つ目のストラクチャーというところは、これはえっと3つの思考法のフレームワーク思考に似てるんですけれども。 まあえっとまあ、物事をです、ね、構造化したりとか、まあ、あとは何か軸を、えー、設定するとでその軸を設定することによって、えーまあ、物事を切り分けていくと、まあ、構造化ですねストラクチャー、まあ、そういったアプローチになりますで最後の3つ目コンセプトっていうところは、えー、これはその、まあ、考えていることやビジネスモデルっていうのを差別化したり特徴化することによって、えーまあ、理解をしていくという内容になっています。 はい、でこれが、えーとまあ、基盤スキル3つの基盤スキルということですねで最後3つのツールというところをご紹介しますけれどもロジックツリーと,とマトリックスとプロセスということですでこれはまああの非常に、まあ、今あのビジネスショーでもよく使われてますので、えーまあ、有名かと思いますけれどもロジックツリーっていうのは えとまあ、樹形図みたいなものを書いてですね、えーまあ、例えば何かトラブルの原因を一つ一つ潰して解決していくような時、まあ、ミーシーとか漏れなくダブりなくとか言われますけれども、まあ、そういったアプローチを可能にする方法ですね。で2つ目のマトリックスっていうのは、まあ、X 軸と Y 軸を取ることによって、まあ、第1証言第2証言第3証言第4証言というふうにまあ証言を作って、えーとまあ、その中で例えば品質は高いけれども、えー価,格えー、価格も高いとか品質は高いのに価格は、えー、低いと とかまあ、そういったようなこう競合とのポジショニングをこう可視化するような方法ですね、はいで。3つ目のプロセスっていうのが、まあ、基本的にはフローになっていて、えーとまあ、その物流の不良フローを書いたりとか、まあ、時系列で評価を表現をしたりとか、まあ、そういったような内容になっています。でまあ、今ちょっと長くなりましたけれども、えー、紹介した3つの思考法基盤スキルツールですね。えー、ざっとそれぞれぞ 簡単にご紹介しますけれどももう一回紹介しますけれどもゼロベース思考フレームワーク思考オプション思考っていうのが3つの思考法で基盤スキルっていうのがコミットメントストラクチャーコンセプトでツールっていうのがロジックツリーマトリックスプロセスというふうになってますねで、えっと、このまあ3つの思考法基盤スキルツールっていうものを、えー、まあそれぞれですねその物事を考えている段階によって使い分けていくと。 でどういうことかっていうと、えー、例えばその最初にビジネスモデルを構築するような段階では、まあ、思考法を使ってビジネスモデルを作りますとでそれをじゃあ具体的にどういうふうに進めていけばいいのっていうところで、えー、じゃあ実際技術とか他社技術と比較をしながら、えー、もう少し具体論に落とし込んでいくのが基盤スキルでそれをまあ表現方法として、まあ、ツールでプレゼンの資料に表現をしたりとかまたもう少しもっと細かい技術的な作用をロジックツリーで書き分けていくマトリックスで書き分けていく、まあ、そういったような使い方をするんだということが書かれてます。 で、えーとまあ、この全体がつながっていてですね流れになっていますよというところが、まあ、あの強調されていた点は、えーまあ、より実際の使い方に近くて非常に良かったんじゃないかなというふうに思います、まあ、そういう意味ではこのタイトルに書いてある「えー、ノウハウ」というところだけじゃなくて「ドゥーハウ」というところですねこの点について、えーまあ、あの分かりやすく書かれていたのかなというふうに感じました、はい、ちょっと早口ですしちょっとあの一つの内容についてベラベラ喋ったので少し分かりにくかったかもしれませんけれども、えーまあ、今日は以上になります でと繰り返しになりますけれどもあのもしご興味を持っていただいて、えーまあ、これからも動画を、えー、見てみたいなという方がいらっしゃれば、まあ、ぜひチャンネル登録をしていただければと思いますでリクエストとかですね、えー、随時受け付けてますのでぜひコメント欄にコメントいただけるとうれ、えー、嬉しいと思います。今日は以上です